はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の最大公約数最小公倍数丸1をお送りします。で、ここからタイトル変わりまして、まあ、この2つやっていくんですけど、ちょっとまたシリーズで何本か取っていきます。で、今回はまず問題が2問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分の方が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回も両方シンプルです。最大公約数と最小公倍数を求めに行く、まあ、2つの数か3つの数かの問題なんですけど、多分この2つ聞くのが結構久々なんですよね。小学校で初めて出てきますけど、最大公約数も最小公倍数も。なのでサクッと復習します。まあ、数がでかいんで、今回じゃあ9と6にしましょうか。の、まず最大公約数からいこうか。じゃあ、あとで消しますけどね、公約数の方から。で、約数っていうのは、まあ、割り切れる数なんですよね。だからこの2つの割り切れる数をそれぞれ書いて、その中で最大、一番でかいやつを書けばいいよっていうのが最大公約数です。で、まあ、割り切れるやつ考えていくと、9を割り切れる数は1で割り切れる、3で割り切れる、9で割り切れる。まあ、この3つですね。で、6の方は1で割り切れる、2で割り切れる、3で割り切れる、6で割り切れると。まあ、この4つなので、共通な公約数、公約数で両方にあるってことなんで、1はありますよね。で、3もあると。これが公約数なんですけど、最大って言われてるんで、最大公約数は3になります。でかい方だからね。一番でかいやつと。で、最小公倍数の方は、とにかく9と6を倍数でしていきます。まあ、6、1が6みたいな感じから。で、6に12、18、24ってこう続いていくんですけど。で、9も18、27、36、ターンって続いていきます。で、この中で、公倍数っていうのは両方出てくるやつです。で、今回まあ18が出てきましたけど、こうやって。これ続けていけば30、36なんで、36も出てくるんですよね、こうやって。これ公倍数です。でも、その中でも、最小って言ってる。一番ちっちゃいって言ってるから、最小公倍数は18だよと。復習終了です。まあ、こんな感じですね。最大公約数と最小公倍数。まあ、イメージだけ持っといてもらえるだけでも違うんでね。まあ、知ってるよって方はすいません。ちょっとお付き合いいただいてありがとうございました。では、数がでかくなりましたが、この168と196。こいつらの最大公約数と最小公倍数。はい、1が切れたと。これを求めに行きましょう。で、やることはですね、両方とも素因数分解です。また。まあね、この辺の動画ずっとやってますけど。それぞれやっていきます。で、まず、168イコール、ちょっと先こっちやっちゃいましょう。あと消しちゃいますね、こっちは。84。そろそろインクがやばそうだ。21の3の7と。だから、2の3乗かける、3かける7か。これが168を素因数分解したやつと。じゃあ196も行きましょう。あ、ちょっと暗算はやめた方がいいな。ね、動画で失敗してもあれなんで。で、98、2の49、77か。だから、2の2乗、ちょっと合わせようか、かける7の2乗とこうなります。で、素因数分解で2つ準備してしまえば、もうね、勝ち申した感じになります。で、行きましょう。まず約数の方から。最大公約数ですね。で、約数ってのは結局割り切れるものなので、これを2つ見るじゃないですか。見たときに、両方にあるやつ全部持ってきます。両方にあるやつを全部持ってくる。例えば、2っていうのはこっち3乗で2乗です。両方になきゃいけないので、2乗だけ持ってきます。なぜなら、3乗持ってきたいなと思うんだけど、こっち3乗持ってないんで、下が。でも、2乗はね、両方持ってるから、2の2乗を持ってきてください。で、3は片方持ってないんでダメです。で、7は1乗と2乗なので、1乗だけ持ってきます。で、その、両方に持ってるやつを全部持ってきて、それを掛け算したのが答えになる。だから、約数、最大公約数は、28となります。これで終了。結局、約数前やりましたけど、動画で。この中の組み合わせになるじゃないですか、約数は。だから、両方持ってればもちろん両方に入ってる約数、公約数になると。
でもその中であるやつ全部持ってこいってなればもちろん最大になります。一番全部持ってきてるから、だから最大公約数はこれで求められるという感じです。で、最小公倍数に関しては多いやつに合わせに行きます。こっちの説明ちょっと難しくなるんですけど、どういうことか。今2と3と7の組み合わせになってますね。下は3持ってないですけど、今2の3乗と2の2乗なので大きい方を持ってきます。つまり2の3乗です。これ持ってきてください。で、なんでそうなるかは後で説明します。で、こっち3はないんですけど、こっちに3があるので3の1乗持ってきてください。で、7の1乗、7の2乗なので、でかい方の7の2乗を持ってきます。で、あとこれかける全部。はい、数がでかいですね。8、3、24と49。これ逆の方が良かったな。936、216の、1176か。よいしょ。これが最小公倍数になります。で、なんでね、これで出せるかっていうと、結局最小公倍数っていうのは、さっきね、9と6でやりましたけど、倍数にしてて共通のものですよね。最初に出てくる。で、じゃあちょっと9と6で考えていくと、さっきこれ18が最小公倍数だったじゃないですか。で、これは、ここに、あ、待ってね。9と6じゃまずいね。9を3の2乗って考えましょうか。で、6が 2×3 ですよね。で、これを18まで持ってくるっていうのは、この上に2をかけると。これ元々の数ね。9と6。2をかけましたと。で、下に3をかけたんですよ。で、これは、さっき言ったこの考え方でいくと、これをね、一番でかい数を持ってくるっていうのは、2の1乗があるんで2を持ってきました。で、3の2乗、でかい方を持ってくると、2区18で18になるんですけど、自分に足りないやつをかけて、下と上を共通にしてるだけなんですよ。上は2を持ってないんで2をかけましたと。下は3が1個持ってないんで3をかけました。お互いに一番でかいやつに合わせようと思ったら足りないのをかければいいだけじゃないですか。だから今回も結局上には7だけかけてるんです。ここにね。7をかけた状態。下に2と3をかけた状態にすれば共通になるんだよね、結局。で、共通にするっていうのは自分が持ってるやつの一番でかいやつ、あ、2人が持ってるやつの中で一番でかい数を持ってくれば必ずそれがね最小公倍数になるので、まあ、そういった感じで一応なってるんだと思ってもらえたらと思います。よいしょ。ちょっとね話しすぎましたけど、じゃあ次行きましょう。で、これが3つになっても同じです。ただただ数がでかくなるだけです。特に最小公倍数がね。なんでそれぞれ素因数分解まずしていきましょう。60ですね。これはちょっと暗算でいこうかな。2、32、待ってね。32の2乗かける3かける5か。てか普通にあれだね、15かける4って考えればよかったね。まあこうなります。一応みんなやっていいから全然ね構わないんですけど、で、126、このあたりがちょっと怪しいかな。やるか。63、3で21だから2かける3の2乗かける7かだね。よいしょ、こうなりますね。で、もう一丁。450は 10×45 って考えても、いや、やめよう。いや、待って、 10×45 でしょ。ちょっと分解しますね。で、 2×5×9545 なんで32、こうなるから 2×3 の2乗 ×5 の2乗か。よいしょ。ということでね、素因数分解終了となりました。で、あとはさっきと同じく同じような発想でいきます。まず最大公約数の方からは、まず2に関しては2、1個ずつね、みんな持ってると。上は 2個ありますけど、1個なら共通なので1個って書かなくていいや。かける3も1個、2個、2個だから1個だけ共通ですね。で、5はこの子持ってない、7は持ってないで出せないので、こんだけね、でかい数ではあるんですけど、最大公約数は2、3が6となります。よし、で、ラスト。こっちはでかいでしょうね、きっとね。最小公倍数いきます。で、こっちは、一番でかいのに合わせるので、2は2の2乗です。
かける。で、3も2乗。で、5も2乗。で、あと7か。をかけると。で、これは、どう考えたらいいかな。ちょっとずるしていいですか。これが450なんでしょ。で、450に2と7かけてるから、900で、くし6300か。よいしょ。で、これが、最小公倍数となります。まあ、解き方はすごくシンプルなんでね、ちょっとダラダラ喋りましたけど、まあ、解き方はシンプルなので、まあ、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は、高校数学、数 A の最大公約数、最小公倍数、丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、丸2がね、また別のタイプの問題やっていきますんで、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。